どうもダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ついに M2 チップベンチマーク性能が出てまいりましたね。今回は新型 M2 チップ MacBook ですね。性能ですね、丸裸にしてやります。はい、というのも新しい M2 チップっていうのがね搭載されました MacBook ですね。これ Air と Pro が6月出ました。まあ実際のまあ性能どうなのかっていうのはね僕も思ってはいたんですけども、まあ正直ねこれ想像よりもいいんじゃないかっていうところでちょっと驚いたっていうところはあるんですけど、つまり今までのものよりさらにまあ進化してるっていうね。まあ今回はなんでこの M2 チップのまあ性能っていうのをまず見た上で、じゃあ M1 チップとかだったりですね、まあその上には M1 プロチップとかね、さらにその上に M1 マックスチップとかねあるんですけども、まあこれ僕も実際使ってるので、まあ数値とか見ながら性能がじゃあ実際どれぐらい違うのかっていうところ見ていきたいと思いますので、今回もできる限りね分かりやすくお話ししますんで、まだチャンネル登録してない方は横の通知ベルも一緒にね押してから見てもらえればと思います。ということでありがとうございます。いつもボタン押してくれましたね。準備は大丈夫でしょうか。ではね始めていきたいと思うんですけども、ざっくりと6月にですね M2 チップ搭載の MacBook Air と Pro が登場しまして、 Pro は多分僕動画出す時にはねちょうどまあ発売されてると思うんですけど、まあ、今までやった M1 チップってものが載ったモデルの新型なんですが、まあ、実際どうなのかっていう部分なんですけども、一応 Mac Rumors っていうね、この海外のサイト、まあ、ざっくり概要を言うと、今回出たのが、13インチの MacBook Pro ですねの M2 チップ搭載したモデルの性能というのが出てきましたと。これ性能というのがいわゆるそのベンチマークスコアっていうもので、要するにこう数値化されて、まあ、高い方がねいいんですけど、比較することできるんですけども、まあ、例えばじゃあ M1 と比べると最大で、まあ、20% 高速になっているというところの記事がこれね出ておりますと。一応ね実際の数値を見る前に Apple の公式ですね、正式な発表内容っていうのをまずちょっと確認しますと、 CPU 性能ですね、まあ、いわゆるそのパソコンの司令塔、まあ、なんで人間でいうこの脳みその賢さみたいなところなんですけども、サッカーでいうねミッドフィルターみたいな感じです。はい、サッカー好きなんで。でここはまあ大体 18% ぐらいね CPU 良くなってるとっておりました。これがじゃあ本当なのかっていうところ、これ覚えてて欲しいんですけども、ということでお待たせしました。実際の M2 MacBook Pro ですね、こちらのベンチマークなんですけども、シングルコアですね1919で、マルチコアが8928ですね。まあこれだけ見ても、なんかよくわかんないっていうね感じの方も多いと思うんですが、まあ、これなかなかいいのかなってところですね。でシングルコアっていうのが、まあ、いわゆるそんなにパワーを使わない作業ですね、まあ、例えばじゃあウェブサイト見たりとか、まあ、メールをね返したりとか、まあ、普段やるようなね作業で、マルチコアに関しては重めの作業ですね。例えばじゃあ動画編集したりとかですね、画像の編集したりとか、まあ、ちょっと重めの作業になってくるわけなんですけど、じゃあこのベンチマークの数値ですね、じゃあ M1 と比べるとどうなのかっていうところちょっと見てみましょうか。はい、ということで M1 MacBook Air の数値がこちらですね。ちょっとねこれ翻訳したんでなんかですって書いてあるんですけどですよみたいになってるんですけど、シングルスコアが1700前後ですね、マルチスコアが大体まあ7400ぐらい、まあ、大体ね僕も実際測ったんですけど、このぐらいですね。で正直 M1 でもですね、以前の、まあ、一番ね高かったモデルのインテル版のプロの16インチっていうのがあったんですけども、まあ、それに匹敵するぐらいの、まあ、それより良かったりねする数値なんですけど、はい、さらにそれを上回るというところですね。 M2 に関しては大体ねこれ Twitter とかで言われてたんですけども、まあ、シングルパフォーマンス、シングルコアのパフォーマンスで大体 M1 と比べてまあ 12% ぐらい上で、マルチコアで言うと、まあ、大体まあ 20% ぐらいね、いいのかなっていうところあるんで、まあ、ちょっと思ったよりはいいんじゃないかなって思いましたね。じゃあちょっとじゃあ Mac 全体で見てみるとどうなのかっていうところなんですけど、シングルコアで見ると数値的にはね、もう M2 チップが完全にぶっちぎりですね。まあ、大体今までのモデルがね1700、まあ、1800いかないぐらいいいですね。まあ、Windows とかのモデルでもですね、まあ、大体 MAX のやつでシングルコアだと1900ぐらいで同じぐらいかなって感じで、でマルチコアの方で見てみると、まあ、大体9000前後だとですね、まあ、例えば iMac のこれ27インチ2020年のモデルとか、あともうまあ iMac Pro とか、まあこれ2017年ちょっと古めですけどなるんで、まあいわゆるデスクトップ PC ですね、こんなでっかいやつ、まあいわゆる本当数年前まではかなりまあ上位にいたようなね、めちゃめちゃ結構まあ高いんで、 iMac とかもね30万から iMac Pro とかねもりもりにすると結構まあ100万とかその時は行ったんですけど、はい、まあそのぐらい上位にいた
Mac に匹敵するぐらいのね、性能があるということですね。まあ、大体デスクトップ PC の、当時の Core i9 とかそれぐらいの力なのかなと思います。M2 ね、今回一応ベンチマークスコアのですね、スペック的には、メモリが一応 16GB のものになってるんですよね。なので、メモリもう一個ね、24GB っていうふうに増やせるんですけども、なんでこれに 24GB とかにすれば、スコア自体はちょっと上がるのかなと思いますね。続いてちょっと GPU 性能についてもね、見ていきたいと思うんですが、これつまりグラフィック性能とか言われるもので、じゃあ今後やっぱりね、画像をね編集したりとか動画編集とかやりたいなとか、あとゲームとかね、そこら辺のそのグラフィック映像的なところを使うものなんですけども、ここまずはですね、 Apple の発表内容を簡単に確認しておきますと、だいたい M1 と比べて、最大の電力のレベルで最大 35% 高いグラフィック性能っていう風なね、一応 M2 はあるっていう風に歌ってましたと。だいたいフルパワーマックスこうアクセル踏んで、だいたい 35% 速いよっていうマックスでっていうことを言ってたんですけども、これは実際どうなのかっていうところですが、GPU 性能はこのGeekbenchの中のメタルスコアっていうのがあるんですけど、Mac はだいたいメタルスコアでね測るのが推奨されてまして、この M2 の出てきたスコア、このメタルスコアっていうのがだいたいね 29,832 っていうところで、だいたい3万ぐらい、いいスコアかなと思いますね。M1 MacBook のスコアがだいたい2万前後ぐらいなんですよね。多分2万1000とか M1 MacBook Pro とかがだと思うんですけど、だいたい 40% ぐらいはね上がってんのかなっていう感じですよね。ただ一応別で出てきたスコアでは、一応3万を超えてるっていうねものもあるんで、大体やっぱ M1 と比べると40から45% ぐらいはね、GPU 性能もアップしてるのかなというところですね。ただこのスコアに関しては、僕はちょっと期待外れまでいかないけど、かなっていう感じはします。これ GPU がですね、あと、10コアのモデルで一応 MacBook Pro の数値にはなるので、おそらくじゃあ Air ね、 M2 MacBook Air とかになると数値はちょっと下がるかなっていうところ、例えばじゃあ Air のベースモデル、一番安い価格のものだと、GPU がね、8コアってものになるので、数値としては多分2万5000前後になるんじゃないかなっていう予想が、ありましたね。動画編集とか画像編集とかそこら辺をちょっと活用していきたいなって方は、やっぱ8コアよりも10コアの方がいいのかなと思いますね。僕もMacBook Air ね、 M2 購入してもちろんレビューしますので、チャンネル登録というこの通知ベルを押してね、ぜひお待ちいただければと思います。あと M1 MacBook Air についてはレビュー動画結構たくさんね、再生リストとかでまとめてあるんで、こちらもねちょっと参考に、してもらえればと思います。はい、あとベンチマークもね実機で測ったりもしてますので、じゃあねとりあえず M1 よりいいのは分かったというところで、じゃあもう一つ上の MacBook Pro はねあるんですけども、そこに載ってる M1 Pro と例えばじゃあ M1 Max と比べるとどれぐらいなのかっていうところ、違うのかちょっとね簡単に見ていきたいと思うんですが、M1 Pro からこれ見ていくとですね、上なんで、14インチっていうねモデルに載ってるんですけども、ベンチマークが、こんな形でですね、今回のスコアは CPU が、10コアのモデルにあるんですが、特にマルチスコアに関してはね結構差があるかなっていうところで、1万2000ぐらいあるんで、特にちょっと重めの作業の時とかはね、違いを感じるのかなと思いますけど、ただベンチマークに関して、CPU に関しては M1MAX もね大体このぐらい同じぐらいかなと思いますね。10コアは一緒なんで、ただプロの14インチで、8コアのモデルとかだと、あんまりそんなね M2 と変わらないのかなっていうところはあって、はい、マルチコアに関してもね、9500ぐらいなんであんまり変わんないなっていうのが正直な印象ですね。はい、ただしねやっぱ GPU 性能に関してはやっぱりちょっと差はあるかなっていう感じるとこありますし、ありまして、じゃあ例えば M1 のプロチップの16コアの GPU っていうのねモデルあるんですけども、それぐらいでだいたいさっきのメタルスコアで言うと、4万ぐらいになりますね。はい、数値的にはちょうど今までね結構最強だったですね、インテル版のプロの16インチにこの搭載されてた AMD ラデオンプロの 5600M ってやつとだいたい同じぐらい、これも確かね 4,50万とか普通にしたと思うんですよね。結構高かったと思うんですけど、当時の一番いいやつなんで、でさらにその上を行くのが M1 Max なんですけども、ちょうどこれね僕使ってるんですよ14インチの M1 Max の、GPU が32コアのやつ、24コアと32で選べるんですけど、これにそれだけですね、ちょっと今円安でね価格上がったこともあって、大体43万円ぐらいになるんですよね。
はい、ただこれにするだけで、でここら辺になってくるとね、もうなんかね感覚おかしくなってきます。はい、最近思ったけど冷静に考えたら車買えますからね、これ。中古だと普通に軽自動車ね買えたりするんで、まあ、そんぐらいの値段になってくるんですけども、まあ、14インチでね、最強のメタルスコア、こちら MMAX が、これ測ってみたんですけど77,446、はい、完全に変態スペックですね。はい、誰がこんなね、性能使うんやっていうレベルなんですけども、まあ、実際使ってみてもね、これは完全にオーバースペックでした。ということでね、僕は M2 MacBook Air にね変えようかと思ってます。あとまあシンプルに本体が重いっていうのもあるんで、まあ、360g ぐらいね、重さ違うんでね、だいたいビール缶ね1個ぐらい違うんで、ということでね、今のモデルの性能はですね、ある程度ねもう全部一応まあ振り返れたんで、まあ、ちょっとぜひ購入の参考とかにね、してもらえればと思います。まあ、選び方とかに関してはですね、じゃあ M1 と M2 じゃあどっちがどういう方におすすめなのかだったりとか、まあ、Air と Pro ですね、なんで今言った M2 と例えばじゃあ Pro の14インチ、 M1 Pro とじゃあどっちがいいのかみたいなところと、まあ、比較した動画とかありますんで、こちらもぜひね参考にしてもらえればなと思います。またちょっとまあ質問とかあればね気軽にコメント待ってます。あとまあ Apple Watch のね今後の動画だったりとか iPad Pro とかもね、まあそこら辺も、最近は AirPods Pro とかもね出しましたんで、興味ある方はねまたご覧いただければと思います。まあいいなと思ったらぜひねグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。あっつあっつい。いやちょっと撮影の時あれなんでね、空調とか全部止めてるんで、くそ暑い。やっぱ夏っすな、もう。死ぬ死ぬ死ぬ。死んじゃう死んじゃう。